本日も始まりました。子育ての耳のおやつ、子育ての独立屋でございます。はい、はい、今日俺元気なんですよ。どうしたの？毎月第4火曜日、はい、2時から3時生放送でお送りしてございますよ。そうですね、はい、この番組は、はい、今日は天気が良くて僕元気なんですよね。天気がいいと元気なの？うん、ここ来ると結構雨降るもんね。そうそうそう、いつも雨じゃない？そう、すごいの。雨ババア、私ですか？うん、やりますから。あ、このあの新学期がね、はいはい、お子さん方始まりまして、はいはい、どうですか？なんかあれ、学年上がったんだっけ？上がったよ息子は。そうそうそう、ちゃんと。娘は？娘もあのやっと高3になりまして。あ、受験生ですよ。大変です、ね、高3ね。もうね、人生ね、自分でこれからは切り開いていってちょうだいねと、まるでノータッチ。もうだ、高3までだよね。そうね、そっから先はさ、うん、やっぱこう自立していただかないと。そうなんだよね。そのために子育てしてるわけですから。そう、もうね、こうだん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 こう自立してやっていくだけの術を教えてきたつもりだから、うん、なんかこうあとはもう何一つとってもなんか自分でできるよねという大前提で関わっていこうと思って、うんうん、なるほど、いいですね。そうね、はい、あ、息子は何年生？3年生ですよ、小学校3年生、はい、まだね、ちょっとあの中途半端にね、そうなの、低学年気取りなわけよ。あそう、だからもうみんなさ、あのこの間たまたま駅で会った同じクラスの男の子が、うん、リュックを背負ってさ、携帯片手になんかこう多分なんかのスポーツクラブかなんか行ってたんだろうね、うん、なんかおーみたいな感じで息子に声かけてくれてて、うん、であれ、お母さんどこにいるんだろうと思ったら、まあ、たった一人で駅にふらふら歩いてるわけ、うん、あららら、うちのボクちゃんね、きっと一人で駅になんて行けないし、 あれ私甘やかしすぎたかななんて思いながらさ、うん、で聞いてね、なんか息子になんか彼は一人でなんか電話を片手に行ってたねなんて言ったら、僕には無理かなみたいな。そう、まだね、自覚もない。なるほど、はいはい、今日ちょっと僕ね、悩み相談というかですね、何でしょう、ちょっと一個最近まあ、ちょっとまだ言っちゃいけないんですけど、歌舞伎町がね、歌舞伎町にね、はい、あー、こうオープンして、ね、それに企画とデザインとかで、うん、はいはい、いろいろ関わってまして、はい、普段やらないことをすごいやってるんですよ、うん、なんか何時から何時とか細かいこと、何パーセントとか、うんうん、ね、ここはどうするかみたいな色決めたりとか、うん、なんかそういうことをすごいやってて、家具はどれにするかとか、はい、このここまでの収まりはどうかとか、うんうん、なんかそういうことをやっててですね、はい、で別に僕はあの書道の作品を書かなきゃいけなくてですね、はい、こう大きいのとか書くんですけど、はい、なんかね、全然書けないんですよ。集中できてないんだ。集中できないですよ、なんか、はい、いつも普段あのイベントとかいっぱい出てる時はこう書いてるので、うん、家帰ってきてアトリエで大きいの書いても、うん、スパッて終わることが多いんですよ、うん、それが全くできない。本当に締め切りになってもできないですよ、やっぱね。これは何なんですかね、どうすればいいんですか。いや、もうある意味自分の中で、うん、本当ならこういうサイクルでっていう、もともとアーティストでしょ、なんか作る人だから、うんうん、なんか経営するとか運営するとかっていうものではない方が魂が喜んでるから、うん、今多分すごくいろいろねあるんだろうね、自分の中で一つ二つとさ、なんか越えなきゃいけない山が、うん、でもできないことっていうのは多分現実的には起きないというか、自分に降りかかってこないってよく言われるから、うんうん、少なくともこの城を作っているよとか企画考えているよっていうのは、自分がやりたかったことで、自分が挑戦して乗り越えたかった壁なんだと思うの、うん、自分で選んだことだから、今ちょっと書くことに集中はできないかもしれないけど、多分ここ飛び越えたら違う世界観が待ってると思うので、うん、まあ、書けないのはねしょうがない。書いて書けばなるほどね。そうなの。ああ、そんなことで、ね、悩んだりしない。書く、そうそうそう、なんかね全然書けないんだよね。なんかね、こう左脳と右脳の使い方のリセット方法がないかなと思いましてね。うん、こうやっぱ書いてるときは右脳じゃないですか、はいはいはい、でなんか計算してるとき左脳じゃないですか。そう、ね、ごっちゃになってるから、なんか男はね多分下手だと思うんですよね。なんかこう両方をこうバランスよく使うっていうのが。そうです、前も毒舌屋でちょっとね心理学のコーナーで話したと思うんだけど、うんうん、
右脳と左脳ってあるでしょ、うん、で女の人と男の人の大きな違いはこの右脳と左脳の間をつながってる脳梁っていう、こう管があるんだけど、うん、この管が女の人は太い、うん、で男の人は細いのね。だから女の人は感情的なことを考えながら計算もできたりするのなんだけど、男の人は感情的なものはこう感情にすごい揺さぶられてばかりで、こう計算するときにはそっちに集中するから、右脳は右脳、左脳は左脳って別々に使う。だから女の人はよく友達とかになった時にも、あーなんだかじゃなんだかじゃなって言ってこう喋ってるんだけど、感情がすごく入り乱れた喋り方をする。でも男の人がえーとかやらないじゃん、あーなんとかさんみたいな、挨拶は挨拶だからっていう、だここが大きく違う。だけどあのアーティストさんって言われるその右脳とかは感覚をたくさん使う人っていうのはやっぱりそっちが、まあ、ひょっとしたら大きい人もいるかもしれないし、アインシュタインなんかも脳の大きさ違ったって言われてるから、なんかこうそこのところの得意な分野じゃないとこ一生懸命使おうとするから、余計この間の線がもう分断されてるかもしれない、集中させるためにわざわざと。そうだね、うん、だからね、なんか多分その計算の方ばっかりしてるっていうのは本当は役割を別の人にそこは託して、うん、自分は、うん、あれやってくれんだよ、だからやってるよ、あもっと結構ねそこそこね私も頑張ってやってるの、もっとね聞いてきてくれたらいいよね、なぎなんか心配ない、心配事ないとか、じゃあじゃあすごいね、溜まってることないみたいな、優しく聞いてくれたら俺じゃあこれってなるじゃん。じゃあのだってね、私にね相談しないでねバンバン決めちゃうんだよ。だから私がさあ大丈夫なのかな、なぎこんなんで仕事できんのかななんて思って心配してるんだけど、まあほら一回ちょっとね自分でやらないと納得できない職人肌なのかしらと思って黙って見守ってるの。優しさだよ、根が真面目だからね俺。そうそう、まあ ね、 そうね、自分で言うなって、はい、そう根が真面目でいい人なんでしょ、はい、あもうちょっとね時間が過ぎ、今日はねあのゲストさんがいるんですよ、そうです、すいません7分半も喋ってしまいましたね。本当だわ、申し訳ない申し訳ない。前もね一度ね、はい、ちょっと皆さんで出ていただいたんですけど、消しゴムハンコアーティストのかよのこさんです、どうぞいらしてください。お久しぶりでね、なんかねお久しぶりでございます、はい、かよこさん、じゃちょっとあの自己紹介というか簡単に、はい、はい、どういうものを、はい、まさか自己紹介させられる、ここでちょっとここでちょっと見てみます、はい、見せてね、見せながらね、はい、こんな感じで、はい、消しゴムで、あのカッターで消しゴムを彫ってるんですけれども、はい、あのメインで、ご褒美ハンコの他に、ウェディングのハンコとか、はい、似顔絵ハンコを作ったりはしています、はいはいはい、お写真を送っていただいてその方のエピソードを聞いて、はい、それをイメージして作ってる感じなんですけれども、うん、あのこれなんですが、お子さん2人いらっしゃって、子供が新幹線が好き、女の子の子供はキリンさんが好きなんですけど、ここのキリンさんの頭はお父さんとお母さんをイメージした、これは密かに家族ハンコをイメージした、なるほどなるほど、すごいよね、器用だよ ね、 本当僕みたいなことありません、家事もやりすぎちゃって掘れないよみたいなことないですか、掘れないときはここに子供たちがいっぱい乗ってきて動かされて掘らないよくありますあなるほどね、はい、やっぱ女性とやっぱ違うのかもね、女の人ってなんか割と同時タスクができるというか、うん、あれを見ながらこれをやってこれをやりながらね、なんかほら家事しながら明日のなんか忘れ物ないとかね、うん、やったりして、であそうだあのママ友に返事してなかったとかね、3つぐらい考えられてするよね、うんうん、そうですね、そうだけどなんかやっぱそれができる分一個のことに集中するっていうのはこうちょっと苦手だったりね、うん、するしね、そうなのそうなの、男の人と女の人ってうまい具合にね役割ができてんだよね、でもいろんなことをやりすぎてこっちも途中こっちも途中こっちも途中っていうことはよくあります、なるほど、すごい中途半端になっちゃうね、うん、片付けとかも本当そう、はい、こっち片付けてるのにあれあっち思い出してこっちが片付けれてるのいつになったら全部片付くんだろうね、そういうことね、そうです、でもできるのは素晴らしいです、でこれは僕たちがね、はい、先月、はい、アーティストサポートという団体を立ち上げましてですね、はいはい、立ち上げました、まあ、これからメディアとかもバンバン出てくですけども、ですです、もうほぼ決まっていることもいくつかあってまだ言えないんですけど、はい、
ね、まだ内緒なんですが、あれ出たりこれ出たりね、あれ出たりこれ出たり、はい、それ出たり、はい、はい、だから僕はあのテレビに出るんでちょっと痩せようかななんてをねもう一回ね思ってたりもする、出たがりだからね、そう、出たがりジジイなんで、はい、はい、あの痩せてシュッとしたナギをちょっと皆さんにお見せしたいなと思いましてね。本当だよね。だからこの前あのマツコの番組に出てでかすぎてびっくりしてね。なんだろうあの大きさはと思って。俺はこんなんじゃないと。びっくりだよね。画面にさなんかまたアップ目に映るからさ。マツコとそんな変わんなかったからね。変わんなかった。うん。それはちょっと悔しくてですね。はい。はい。痩せましょうということで。でこのアーティストサポートでですね。はい、まあしっかりサポートしてるアーティストはまだいないんですが、茅野子さんをちょっと一号にさせていただいてというか、そう、はい、ありがとうございます。そうですね、なんかアーティストとしてもちろんあのちゃんと自分のこうねやってきた確かに技術っていうのはあるんだけれども、はい、こうブランディングをしてもらって、そこからこう一つ天井上に突き抜けてもらえるところをやりたいなと。なんか初めから出来上がってるのにね、なんか私たち横からちょっと来てなんかちょっとサポートいやらしいんだけど、そうそういやらしい会社ですよね。ある程度できてる人をね育てるっていう、なんかこうちょっといいとこ取りなさ、あのずるいんだけど、ね、あのモデルとしてはね、やっぱ出来上がってる方からの方が早いですので、はい、そうですね、はい、今後はあの美術学生とかね、はい、学生さんもそういう本当の卵を育てていくっていうことに力を入れていこうと思ってますんで、ですね、はいはいはい、本当なんかアイデアがあったり技術があったりするんだけれども、それを商品化するのにちょっとこう悩んでるとか、あとはなんかこう営業するとかそういうのはやっぱ苦手っていうね、なんかものづくりする人は特にそうだったりすると思うんだけど、そこをこうこのサポートをしながら一緒に盛り上げていこうよみたいなことを目指してます。なのでちょっとね、なんかこうその一人のモデルとしてもやっていただければと思っているので嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ぜひどうなるかこうお楽しみね、楽しみだね、はい、またあのね毎月こう報告というかね、はいはい、どうなったこうなったのしていきたいと思いますので、はい、あの歌舞伎城もですね、あの僕が関わってる歌舞伎城もアーティストサポートとして関わってるんですけど、そこも5月のそうですね次の放送ぐらいには、うん、なんとかいろいろと報告できるかなっていう感じですかね。ですね。その翌日が翌日がグランドオープンになる可能性があるのかな。あ、そうだね、はい、そうだね、ああ、うん、じゃあなんかちょっとあれかもね、いい感じで、はい、オープン、なんかオープニングの時にあれでしょ、なんかパフォーマンス、はい、でかいの書きますので、すごい楽しみですね。そう、何社も何社も来ますんで、うわーって言ってね、はい、そうはい、そんなこともしていきますんで、はい、あ、今日はなんか生放送の告知をしてあるので、もしかしたら見てくれてる人がいるかもしれないので、もしなんかさ最後のコーナーで子育ての質問ですとか、まあ、どんな質問でもいいです、そういうのお受けしてますので、こちらまでメールいただければ、はい、生放送で答えてますんでね、答えるというか、まあ、ばあさんが答えるんですけど、はい、そうですね、そんなこともしてますんで、どしどしこうメールいただくと、はい、僕らもこうテンション上がりますから ね、喜びますから、ね、なんかこういろいろ励ましの言葉をいただいても、はい、むしろ励ましの言葉をいただいても、ちょっと大きく映ってるよとかそういうのはちょっと控えめにしていただいて、はい、まあね、なんか実際結構可愛かったよとか、なんかそういろいろ言ってくれる、そう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 いうのいただけるとね、はい、こう励みになります、はい、励みになりますので、ぜひぜひ送ってください。じゃあ次の、スイーツコーナーの前に一曲、はい、お送りしていきます、ノアでベイビて、言葉にならない
ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で。もうすぐお届けします。はい、お送りしたのはノアでベイビーでした。こう終わった後で宣伝も挟んでましたね。なんか私あんなのあると思わなかった。ディアの ね、はい、iTune で落とせないっていうね、やり方がわからないっていうね、ジジイ臭いところが出ちゃう。iTune わからないとか、わかんない。そう、 そういうなんかお金払えばできるらしいですから、はい、皆さんディア聞いていただければと思います。どんどん買っていただければと思います。はい、はい、それではスイーツに物申す。あ、わわわわ。今日はですね、電気大学の下のカフェ、はい、いつも打ち合わせで使わせてもらってるカフェで、打ち合わせが長引いてしまいましてですね、買いに行けなかったということで、ここのスイーツをご用意しましたよ。はい、はい、じゃあ、はい、開けてください。はい、食べましょう食べましょう、はい、これも次回から俺食べれなくなるのかな、スイーツが。でもさ、なんか前なんかやってた時にも、うん、そんなようなことをさ言ってたけど、うん、結局食べてたよね。そうなの。ライズアップって何、食べるものも制限とかされる？されるでしょ。やっぱそういうこと。ライズアップではないんだけどね。あ、そういうこと。よいしょ、私はねこれですよ。はい、じゃあ皆さん写してあげてくださいね。はい、どうしたの、取ってください、はい、中から。どうぞ取ってください。じゃあいただきます、はい、これに写せばいいの。いやいやいや、こっちでいいの。はい、何ですか、ばあさんの。私のね、これ抹茶プリン、上黒蜜かな、黒豆で、黒豆、はい、黒豆で、はい、彩乃子さんはモンブランです。モンブランですね、はい、かわいいね。なんかそんなシリーズなかったよね、今まで。ちっちゃいの。僕はですね、シューアラクレームです。何か気取ったシューアラクレーム。2回言った後で、なんか俺の言ってくれ、すいません、フランス長かったんで、ごめんなさい。フランスで長かったんで、初めてシュワラクレームで。マクロしかわかんない。はい、じゃあどうぞ食べてください。いただきます。はい、ライスアップ入ってるんですか。違う、皆さんが食べてから僕はその前にしゃべんなきゃいけないんでね。はい、食べたら喋れなくなっちゃうので。はい、うまいうまい、あっさりしてる。今日はですね、皆さんお気づきかどうか分かりませんけどね、ばあさまの髪型がですね、ツヤツヤのストレートになってるんですよ。そうなんです。はい、35。すごいでしょこれ。多分次回は前髪パッツンになってると思うんですよね。そう、すごい赤い口紅してね。ね、なんかさ、アイシャドウがこうピッてさ、こうキリッてしてるじゃない、うん、彼女がさ、うん、だからさ、いろんなママ友から、うん、あれを見るたびに思い出すって言われるの、うん、あやさんだよね、あのアイラインみたいな。前髪パッツンしてもらって、うん、ちょっと面白い髪型にしてもらいましょう。じゃあ楽しみですね。ね、うん、いらないでしょ前髪。前髪パッツンにしようよ。じゃあさん、ごさん、髪の生え方なのかな、うん、こうさ、可愛らしい前髪作りたいんだけど作れないんだよね。いや、ハゲてっからでしょ。あの毛量あれば私もやるわ。なんかダメだ、これボロボロすごいわこれ。え、こうシューガラクリームこうやって割って食べるんだよ。割って食べるんですか。あれなんかさ、あれすごいです。普通なんかこの蓋が取れるよね。うん、あの人取れなかったんだ。うん、美味しい。うまいわこれ。うん、イタリアントマトさん、うん、あ、言っちゃった。某イタリアントマト、某イタリアントマトさん、美味しいね。うん、ね、なんかさ、
ケーキはさ1個食べきれる自信がないんだけど、うん、これはあっさりしてていける、うんうん、あこれクリーム美味しいですね。へえ、うん、結構人気っぽかったね。もう迷いました。迷った。美味しいこれ、うん、なかなか。これペロッといきました。まだ僕あの2ヶ月間ダイエットしますんで、じゃあ4月27から、うん、はい、うん、2ヶ月間はい、すごい。じゃあシュッとしたね、ナギになるわけだね、うん、目標はマイナス。次回はね、もうね今回大きくいこうと思ってますよ、うん、マイナス20。うん、20キロ変わればさ、うん、もうまるで別人だよね、うん、そうだね。じゃあそうならなかったらじゃあどうするかちょっとまず聞いてみようかなそこ大事だよね。あのドナルドと同じ髪型にする。どういうとここだけ違うわ。え、真っ赤な髪。あ、これこっちの、うん、あー分かった分かった。じゃあ赤くして髪の毛をふわっふわのこういうのにすると、うん、あ分かりました。でもそれしたい、ちょっとしたいからちょっと罰ゲームにはなんないなしたいからプラス黄色いどうしよう、私なんか一緒にアーティストサポートやってていいのか不安だよねもうその時は前髪をカットにしておいてください。そうだね、逆モヒカンにすればいいんじゃない。ここだけこうやって剃り上げればいいな武士武士武士落ち武者が来たぞみたいなそれいいじゃん。それもちょっとやりたいから、うん、それもやりたい。あんまり罰ゲームなんないからやりたい。じゃあこうさストライプこう入れちゃえばこうやって、そういうの新しくない、うん、すごいストライプの髪型のね、うん、人見てみたい。まあそれは次回考えましょう次回さ痩せてなかったらこの話さまた持ち出さないんで。そうそう持ち出さないそう。はい、それでは、はい、某ファミリーマートの俺のエクレアが65点だとしたら、はい、今日のデザートはスイーツは何点でしょうか。はい、はい、じゃあかよの子さんから。85点。おー、だいぶ美味しいんだね。だいぶ美味しいんだね。そうですね。はい、じゃあばあさんは。ばあさんはこれ80点はじゃあいこうかな。おー、すごいね。ペロッといきましたし、うん、僕75点。あ、響いたね声が。本当だ、75点。あれ消しちゃったよ息が合わなかった、ね、ね、そういうとこですよね兄さんねそういうとこです。そういうとこなんですよでも美味しかったね全体的に。はい、はい、とてもなんかぜひぜひおすすめだと思います、うん、あれですよね、お食事もうまいしね、うんうん、なかなかパスタさ結構美味しい。私も好き、うん、ちゃんと喫煙所もありますしね。そうですね、そこ重要ですね、はい、大事なんですよね。アイコス中毒なんで今、はい、ぜひぜひ皆さんもあの北千住にお寄りの際は、はい、電気大学の下、はい、行ってみてください。イタリアントマトさんです、はい、それでは曲お送りします。ノアでデイズ。畳の上二人寝そべってた。むくっと急に起き上がり嬉しそうに、アルバムを引っ張り出して思い出を語り始めた。幼き頃のあなたのこと知るたびになんとなく嬉しかった。その声もふとしたその仕草も何より笑った顔が誰よりも可愛いから。何気ない
て優しさに包まれてゆくよ。あなたに触れるだけで他に何もいらなかった。もしも私がなんてあなた嫌がった。だからこそこの時を大切にしてゆきたい。いつかは果てゆくものならばその日のために伝え続けよう。あなたが好きで好きで好きです。抑えきれず今そっと肩を抱き寄せて。あなたと出会い丸月末日デートへ誘った。丸月末日手をつないだ。丸月末日喧嘩したね。丸月末日初めてのキス。丸月末日、oh, oh, oh, oh. 穏やかな光探すならばひまわりに注ぐお日様のよう。あなたが好きで好きで好きです。抑えきれず今そっと肩を抱き寄せ。これから共に過ごす日々に互いの心寄せ合っていきよう。あなたが愛しい愛しいのです。永遠の愛を今ぎゅっと胸を抱きしめて。抱きしめた。はい、お送りしたのはノアでデイズでした。なんか初めて聞いたな。なんか俺のあの今寝顔がアップになってますね。悪意がすごいね。あの夜更かしの編集といいね。本当だね。うん、まあしょうがないですよね。僕あの一人で観光スポットなんで、まあ、こうやって皆さんがやりたがるのもしょうがないです。やりたがるの。はい、それでは質問いきましょう。ですね、今日も質問来てますよ。いくつかね、はい、はい、じゃあこれね、あやばあさんに来てますよ。はい、なんか、はい、あやばあさんに聞きたいという質問ですよ、はい、いつも楽しそうなんですけど、はい、今までに一番つらかったことは何ですかと、はいはい、そういう質問ですよ。あやばあさんに聞きますかと、はい。あやばあさん楽しそうに、誰にでもあるよな。あるわな。そりゃでもこれを教えてくれって言われたらもう言わなきゃダメですよ。あら、かやの子さんにも聞きますか。教えてみんなね、あのあれなんです、安心したいんですよ。
なるほど、うん、こんなに元気な人たちでも、はいはいはい、辛かったことあるんですかと、うん、あ、ね、はいはい、うん、でていうか何を辛いと感じるのかっていうところも含めて聞きたいんですよ。そして元気になりたいんですよ。なるほど、はい、その人たちのために一番辛かったことを答えてあげましょう。辛かった、じゃあ僕からいきましょうか。はいはい、ね、言って言って思い出しておいてね、うん、僕はですね先日、もう先日の先日ですよ。今まで辛いことが先日起きた。そうなんですよ、あの酔っ払い、これあれ話したかな、ホームで、はい、あの酔っ払って千鳥足の人が階段からガラガラって落っこっちゃったんですよ、うん、でその転がっちゃって頭打っちゃってこう目白目向いてるから、その人を助けようと思って近づいたら、俺の前に歩いてる男の人2人がもう寄って支えてたんですね。だから俺やることなくなっちゃったんですよ、うん、でどうしますかってその人に聞いたら、じゃ あの駅員さん呼びに行ってくれって言われて、で駅員さんのところまで階段タタタタタって言って行こうとしたら、俺階段で落っこっちゃったの。俺が、うん、めちゃめちゃ痛かったんだけど、その恥ずかしくて辛くて行こうとしたい、もう起き上がれないぐらい痛かったんだけど、これはできないと思ってピッコ引きながら駅員さんとこ、その時本当辛かった、辛かったっていうかね、あの脳みそがね、このあの若い時のまんまなのよ。だから三段抜かしとかでターンターンターンっていける脳みそなんだけども、体がこんなになっちゃってるし、普段運動もしてないから脳みそと体が全然こう差がすごい。運動会でこけてしまったみたいな。いるよね、それのひどいバージョン、勘違い。その時ね本当につらかったわ。顔真っ赤になりながら下向いてビッコ引いてこう駅員さんのとこ呼びに行って、つらかったです。つらいね、本当につらかったです、ね、それ、はい、それがねもう最近も本当につらくてね、最近最近ですよ、多分3月です、先月ですよ、はい、はいはいはい、そんなことがありました。それは本当につらいですね。自分の脳と体のこう探すに辛さをこう感じてしまいましたね、私は。なるほどね、はい、相葉さんどうですか、今まで辛かったことね。ばあさんさ、ちょっとさ、なんかあの今でこそなんかこう笑って楽しいなんか人みたいにね思われてるかもしれないですけど、あの人生波乱万丈、どこまで語っていいやらっていうような、まあちょっとねこと、まあ2回も離婚してるのでね、なんかでしょうねって感じなんだと思うんだけど、うん、とってもなんか自分の中で一番っていう風に挙げられると、まああの犬が死んだ時なんだけどね。そうな、私なんかそれね、なんか2回目で離婚した時に、なんかこうだその別れた相手の旦那にもね、なんか俺と離婚した時よりも泣いてるって言われて、うん、なんかすごい自分でも本当に悲しい出来事だったなと、うん、あの今まで飼ってた犬の最後を見とったことがなくてね、うん、あのおばあちゃん家で飼ってるとか、そうそうそう、そんな感じだったから、私自身がもう飼ってで、なんか苦楽を共にしてきて15年とかで、なんかこう初めてその最後死んでしまったっていうのを話を聞いても、うわーみたいな、でしばらくね仕事ができないぐらい悲しくて、3ヶ月ぐらいね私ね何もしなかった。うん、それぐらい辛かったんだよね。だからなんかそれが最も辛いって言ったら、なんか聞いてる人はがっかりするかもしれないけど、うん、まあでも、うん、いろいろまあありましたよ。あのこう見えてうつ病になってみたり、パニック障害になってみたりで、電車に乗れない時期とかもあって、うん、あの息が苦しくなっちゃうんですね、電車に乗ると、うん、はぁとか言って。でもあの心理学やってるわけですよ、心理学者なので、心理学をやってるので、自分でどうやったらっていうことを分析して、ああだから悲しいのかなとか、あ私は今どこに対してベクトルが向いてるのかなとか、ひたすら自分が落ちてる時は心理学の勉強しました、し直して、もう過去あの大学でやったこととかも全部レポートとかも見て、もう自分を客観視客観視客観視してったら、気づいたらあの悲しいことは全部クリアできて、もう犬の時だけはクリアできなかった。あの時ばかりは。なのでね、そうですね、
そんなあのピュアな一面もあるということですよ。そうなんです。自分に起こることはなんかこうどうにか解決できるんだけど、自分でどうしようもできないこと、うんうん、そうだからなんか犬が死んだ時と、あと去年友達が死んだ時はもうちょっとすごいそういえば辛かったですね。大体ね、あの毒舌やってって毒舌する人はね本当は弱い人なんですよあの攻めないと守れないからはい、はいはい、あの攻めてるだけですから。本当は僕らね本当にすごく弱いんですよ。とてもねあのピュアですね。打たれたら多分ね本当へこむんですよそうそうそう、ねね、打たれたらへこみますね、うん、あの戦いたくないから私と戦うと嫌な目に遭うよということを先に知らせてるみたいな。そう、先にお知らせして、はい、だから本当はクソ弱い人間なんですよ僕たちは、はい、そうですね、うん、弱いです弱いです。そうそう、だからやめてくださいね、はいはい、いろいろとねなんかこう言われても困っちゃうんで、はい、戦わないでください皆さん、はい、そうなんですよ、はい。かやろこさんは何かありますか、辛かったことは。辛かったことですね、今まで一番辛いことです。面白おかしくは言えないんですけど、はい、大丈夫です、あのもうあの求めてないんで大丈夫。一番最後だみたいな、3段ね、3段落としちょっと関西の人が騒いでて、ね、考えられなかったんですけど、はい、もう本当に辛かったことはもう20年以上前になっちゃうんですけど、はいはい、初めて付き合ってた彼氏が、はい、なんとバイクの事故で、はい、亡くなってしまったこと。それは本当にびっくりだね。それは本当に同じく3ヶ月ぐらいはもう何もできない感じですね。なるほどね。うわ、付き合ってた彼が。そうなんですよ。それはそういうパターン私初めて出会いましたよ。写真はこっそり捨てられないですよね。だよね、だよね。ごめんねみたいな。こうあの一年に一回ぐらいお墓参り行ったりとかするんですか。いやもう離れて、私出身が神戸なので、はい、だいぶ離れているので、もうお墓もどこにあるかもわからないまま、はい、あのこのそこの明石大橋の、はい、ちょうど下ぐらいなんですけど、そこのとこを通ると思い出してしまうみたいな感じのことはあります。うわー、そうなんだ。それ辛い。辛かったです。辛い、はい、辛いです。辛い。20年前っていうと、8歳ぐらいですか？そうです。8歳ですかね。ここにもまだ28っていうどんなね、まあ、永遠のね。お母さんは誕生日が来ても、年は20、常に28だよってね。そう、確かにね。漫画のようにね。そう。そんな20年前の悲しい歴史、8歳でもね、8歳でもね、分かるんですよね。そうです、すごいね、はい、今の娘の年です。そうですね。すごい、その時から彼氏が、いたそうですよ、はい、いやなるほど、いや確かにみんなあれだね、普通に見えてもいろいろあるんだね。ありますあります、皆さんあります、はい、もうあの階段だけは本当気をつけるようにね。本当ですね、はい、3段飛ばしじゃなく1段飛ばし、1段飛ばしでねなんか助けを求めに行った自分がさ重傷とか、多分ねあの酔っ払って頭打った人より俺の方が重傷だと思う。血だらだら、次の日全身痛くて本当は重傷だったと思うんだよね。だね、うわ、はい、そんなこともありますので、はい、じゃあもう一個ぐらい、はい、いけそうですね。はい、この春ですね、土地勘のないとこから引っ越しをしてきた家族がいましてですね、はいはい、これあのママ友とのお付き合いがをねしなくちゃいけないと、はい、でいろいろもう質問攻めとかにあって、もう答えるのも嫌になってしまって、ママ友たちと距離を置きたいらしいんですよ、はい、これなんかうまく距離を置ける方法とかありますかと、そんな質問でございますよ。さっきちょうどね、なんかこうね、かやのこさんともママ友っていうのは、うん、友達とはまた違うんだよねっていう話を本当ちょこっとね、うん、たまたましてたんだけど、うん、ママ友っていうのはママでいるそのなんかこう人生の通過点でなんかこうある時一緒に過ごしてる、まあ同士みたいなものなので、うん、友達ともまた違うから何でもぶっちゃければいいってもんでもなくて、うん、そうなんか見せておく姿を使い分けてもいいかなと私は思っております、うんうん、私がママ友だなと思ってる人で、私があのこうラジオに出てることとか、うん、アーティストサポートやってることとか、うん、ほとんどの人知らないですね、うん、なのでもちろん息子の小学校のお母さんとかも私が何者なんだといつも絶対思ってると思うの、うん、そうなんかあの人なんかやってそうだけど何やってるんだろう、でも
例えば名前をねなんか福島屋とか検索されると、うん、すぐザーって出てきちゃうわけじゃない、うん、でもそれをまあやられてもしょうがないけれどもやらないかもしれないから自分からは言わないみたいな感じで、うん、距離をね取ってるんですよ、うん、自然と。でなんかいろいろ聞かれて自分からベラベラ喋りたいほどなんかこうそこの場所には私のなんかあの仕事としてのねなんかこううまみもないですし、うん、そうだから私はママ友はママたちだけの顔で付き合ってて、うん、全然プライベート明かさないですね、うん、なのでママ友との付き合い方はママ友用の自分を私はキャラを作りました、うん、そうすると勝手に距離が置けますかね。置けてるね。なんか面倒くさいじゃん、うん、みたいな、うん、まあ、私上の子と下の子に結構差があって、うん、上の子はもうかなり大きくてね高校3年生とかだから大きいから、うん、私が一番初めにママになりたての時ってもう20代前半とかだったからまあ全然周りにいなくて同世代くらいのお母さんとかも、うん、だからそれでなくたってなんかもうちょっとヤンキーみたいなお母さんが子供をベビーカーでとかもう公園デビューとかもすごい恐る恐るだったし、うん、でもなんか息子の時は私よりも年下のお母さんたちが、うん、お子さんが来てるから必然的に私なんか年上でなんか威圧感があるしって言って距離置かれるから、うん、私はなんかあんまりグイグイ来ないけどね、うん、誰も。でもなんか一応顔は作ってる、うん、お外用の顔を、はい、大事ですね。大事だと思うね、はい、なんか何でもかんでも分かってほしいとか、うん、こう自分をさらけ出してって全部とかってやると疲れちゃうよ、うん、ママカーストとかね、はい、ママカースト大変ですからね。大変ですね、はい、もうボスママとか言ってさ、はい、なんかそれをねなんかみんながペコペコしていかなきゃいけないから、うん、もう LINE とかもごめんなさい既読無視とか超しますとか、うん、初めから教えてって言われたら、うん、そう言っちゃってる、うん、なんかね あるでしょ。なんか LINE とかグループ LINE とか入らないとか言われるんだけど、うん、気づいた80件とか。そう怖いじゃんあなんとかも無理だなと思って、だからそう LINE 教えてって言ったらあじゃあ超既読無視やろうって言われるんだけど大丈夫とか初めから言って、うん、一線引いてから仲良くするようにしてる。かよの子さんはどうですか。心のメールで返信をしてますみんな気づいて見たよ、ね、あまりママ友とかなんですか。子供がすぐにこう、うん、お家に帰りたいって言ってくれるので、うん、あなるほどね。ちょうどあじゃあ帰りますって言って帰っちゃうことが多いですそろそろ言いなさいよみたいな早くみたいな感じになってる背中押したら発動するみたいなそうだペアンみたいなそろそろ言ってみあれよみたいないいね。子供に言うのいいね、うん、ちょっといい。そしてドジなので、うん、すぐ見てて喋ってるうちにすぐこけたりするのであーみたいな帰りますこのタイミングで失礼しますみたいなあー、うん、はいかもね。なるほどね、うん、じゃ あんまりじゃ深くね深く関わってないですね2人は ね、 そうね深く関わんないな、はあ、もう、うん、でもこの人関わってもうこのままじゃ大変だって思っちゃってる人だよね多分 ね関わりすぎちゃってる感じだよね。そうだからね途中からでもねキャラを実は私ぶっちゃけって言ってそういうメールとかも返事実はすごい頑張ってて疲れちゃうタイプなんだよねとか言って途中からもう厳しいなと思ったら距離を置くような発言をぶっちゃけっていう言葉を一個つければ少し緩くなるから、うん、それでねなんか軌道修正した方がいいと思う。これ以上本当にぐいぐい関わっちゃって何でもできるよとかは安いけど本当にやめた方がいいと思う、うん、できることしかやらないし やりたくないと、はい、そうですね。うまく付き合って距離を置いてと。そうですね、はい、ママ友って言ってるけど友達じゃないんだからと。そうですよ、はい、子供の友達はあくまで、ね、本当に仲良くなる人はいるかもしれないけどね、うん、学校とかで下手に、ね、利害関係ができちゃうとさ、うん、うちの子が殴ったとかでどうしようって話になっちゃうやばいかな、はい、今日はちょっと全部質問そうごめんなさいね時間がなくて答えらなかった、はい、ばあさんがノリノリだったんで、はい、すいませんすいません。今日サラッサラなんでスルスルだからはい、じゃあお時間となりましたので、はい、はい、また来月第4週の火曜日生放送でお送りします。子育て毒舌屋でした。ありがとうございます。空回りする心と引きこもってるドアの向こう誰に言ったらいいんだ。